どうも、レラリトです。はい、岡田です。よろしくお願いします。はい、そしてゲストにね、作家の才覚が来てくれてます。お願いします。お願いします。はい、じゃあ岡田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、漂流教室のこちら、はい、じゃん、衝撃シーンランキングということで、うん、まあ、衝撃の連続なんでね、まあ、ずっと衝撃ですからね、本当に難しいところですけども、うん、まあ、これをね、ランキング形式でね、さかのぼって見ていきましょう。そうですね、それぞれベスト3やっていきましょう。はい、じゃあ、才覚の第3位、お願いします。はい、高松翔が海中に襲われないように心を無にして椅子になりきるシーン。不思議なんですよ、ね。まあ、すごいかわし方でしたよね。これはやっぱなんかこう禅とかやってないと確かにね。6年生の精神力じゃね。うん、海中これでなんでいけるって、だからあの意識がない時に食べたものが死ななかったからか。意識がないなんか通り過ぎたんだよね、確か、はい、気を失ってるやつのそばとか。あ、一回そういうのがあって、なんか蒲生が気づいたんだろうっけ。はい、だからその言ったら食われたやつとかも全員意識を失ってたから、はい、意識を失ってるやつには興味がないみたいなことよね。はい、うん、それに気づいて、まあだから、まあ、高松翔だけじゃなく、まあ、他の生徒も、うん、みんな椅子には慣れたと、ね、精神を無にするっていうのが、うん、のができたっていう。でも2人ぐらいできなくてね。あ、できなくてちょっとやられちゃったやつらもいるんですけど、はい、ね、やっぱ極限状態になったらこれくらいいけるのかな。違う、衝撃でしたね。海中が来たらね、さすがにね。海中っていう呼び方なんだね。怪しい虫、虫じゃないけどね、もはや。怪しい虫、徘徊するの海ちゃん。怪しい虫ですよね。なるほどね、はい、第3位、はい、じゃあ僕の第3位は、僕もまあ海中絡みなんですけども、あの海中にね、海中が来るぞと、学校に来るぞってなった時に、じゃあもう迎え撃たなきゃってなって、海中の襲撃を防ぐ道具がとても立派すぎたシーンですね。あの防衛大臣の池垣君とかが、ね、準備しなきゃってカカってやったら、もうとんでもない罠を用意、こんなの作れんの小学生が。どこにこんな資材があったんでしょう。丸太を尖らしてね、うん、上に吊って、でネットも用意して、結構ね、うん、これはすごすぎるでしょう、うん、すごいですね、テレビぐらいやっぱお金ないとできない、うん、ちゃんとやってますよね、お金の手間。これをね、作るのに2コマぐらいしか使ってないですから、うん、これを翔くんに使っちゃいました。結局ね、無駄になっちゃったんですよ、この力作が、うん、たくましいですよね。じゃあ私はこれですね、やっぱ定番シーン、はい、翔くんのお母さんがやっぱ野球場に飛び込んじゃうシーンですね。あそこはね、ここは衝撃シーンですね。まあ、衝撃ですよ、これは間違いなく。その大木選手っていうね、選手が本当に右手に傷があるのかどうかを確かめるっていうのをどうするのかなと思ったらね、うん、野球場に飛び込んでね、まあ、そのお母さんもめちゃくちゃ変なやつだけど、その後にね、そのファンたちがね、ふざけんな殺せみたいな、ね、いや、怖いんですよ、あのファンたちは、野球のファンたちがね。そんな時代があったのかな、ね、日本に。お母さんに、だから他のやつもなだれ込んできちゃったんですよね。そう、こんなやつ殺していいんだって。でも今さ、野球でないけどさ、昔よくあったよね、お客さんがなだれ込んでくるのね。まあね、うん、乱闘の流れでね、うん、なんかよくありましたもんね。お母さんのせいでアウトになっちゃった。そう、お母さんのせいでアウトになっちゃった。一回三塁でこうなっちゃいますからね。まああの場合は普通判定覆りますけどね。まあね、やり直しになりますけど。大きい選手の顔もいいんですよね、全く動じてない、うん、怖いですよ。でこのあと普通に試合再開されるっていうのもすごいですからね。みんな当たり、お母さんもすごい怪我してるけど、これぐらい大丈夫よっつって試合見ちゃうっていうね。恵美子がね、あれ現世ですからね、なんていうか、そのね、そうなんです、漂流先じゃないですから。はい、じゃあ才覚の2位いきましょう。はい、大友が小鳥を逃がそうとする翔と対立してナイフで決闘するが、勝負あった際に何事もなかったように配球をもらおうとする。切り替えね、はい、大友の。これはだからこう大友側から仕掛けて、うん、翔を、まあ、殺そうとした、まあね、決闘してねっていうとこなんですけど、うん、まあ自分が負けるっていうのが決まった瞬間に、まあ、折れたんですけど
配球はちゃんとしっかりね、うん、まあ、たくましいですよね、はい、やっぱりこの大友の切り替えの速さ、うんうん、しかもあのそれだけじゃなくて校舎ももらいに行きました、ね、そうね、うん、さりげなくね、うん、あっちの校舎譲ってくれみたいな、うん、そんでその後さらに攻め込もうとしてきますからね、給食室をね奪還しようと、うんうん、でも確かに変なやつなんだよね、めちゃくちゃ変ですよね、ずっといし、うん、この大友は逆に本当に翔を殺しに行ってたんでしょうかね。翔くんはね、なんか最後あの紳士みたいな感じで勝負をやめましたけど、うん、いや殺し行ってたんじゃないあれは、まあ、確かに木に刺さってたからね、大友は結構殺してますからね人のことを、まあ、大友一派か、うん、キャラ この精神を深読みしていくとなんかどっちだどっちだってなりますよね、まあね、全然わかんないというか気持ちが全然わかんない、確かに、まあ、大友はね、はい、その時その時の自分のこうなんていうか ね、 そうですね、情熱で動いてるというかね、うんうん、確かに、はい、いいシーンです、ね、はいはい、僕の第2話ですね、まあ、その大友たちが死んだ生徒を丸焼きにして食べるシーンですね、これやっぱ怖かったですね、まあね、うん、取り出し方ね、なんかやりさして肉片取ってお前食えっつって人に食まず人に食わせるこれはね、でもしょうがないよね、まあね、ただ焼くにしてもこの焼き方かなっていうのはありますけど、うん、丸焼きの焼き方だからね、まあ、豚の丸焼きのね、はい、吊るしてでもしょうがないですら見えてるんですよ ね、 ね、そう正面とかも飲んでたんですかね、ちゃんとどうなんだろうね、うん、やっぱ水分がね、もったいないから、うん、言いますもんね、あの雪山でね、墜落した時とかやっぱ 人の肉食えた人だけ生き残れて、まあね、食えなかったやつは死んだみたいなね、うん、しょうがないことなんですよね、しょうがないですよね、うん、死んじゃったんだったらまあね、うんうん、食べれますか死んじゃったとして自分も生き残るとして、いやまあその関係性にもよるかもな友達だったらやっぱなかなか食えないかもないや俺逆だ、友達だったら食えるけど、あそう、うん、それはもう多分相手も、まあ、理解するだろう、逆の立場だったら食べてほしいし俺も、まあね、うん、だ他人だったらなんかちょっとなんか悪いなって思っちゃう、あれそう、ね、うん、あと部位にもよりますしね、もちろんね、うん、だ腕とかだったらね、うん、いいんだけどね、ももとかだとちょっと脂っぽそうそういう問題なの年齢的にやっぱり、ね、まずいだろうね年取ってたら、うん、臭いだろうね、しかも人間の肉は雑食だからね、うん、はい、じゃあ私はこちらですね、はい、やっぱりここですね、若原先生が狂って生徒たちを車で引き殺すシーン ね、若原先生もよくわかんねえんだよな、私を縛ってくれって言ってね若原、だから若原先生はそういう兵器がもともとあったってことですよね、それをやっぱ聖職者として抑えてたけど、もうそれが出ちゃったってことですよね、そういうことなんかね、最後ね、もう止めらんなくなっちゃったっていう、超恐ろしい、この先生は大人を全部殺しましたからね、若原先生は、まあ、こういうやつが現れないと大人がずっといるとね結構まとまんないから、うん、まあね頼りにならなかったな大人たちは、本当に若原先生は怖いよ怖いですね、あの先生どこ行っちゃったんだろうね、あの最初気狂ったみたいな感じでさ眼鏡で刺したけど実は息子の手を刺してそれね、いい先生ね、うん、うん、こいつはいい先生だったけど、まあ、では若原先生に首絞められて殺されちゃったんだろうな、若原先生も若原先生体格めちゃくちゃいいから力が強そうだからはい、じゃあ最下の1位、はい、いきましょう、1位は、咲子が一瞬で便箋1枚分の手紙を残して消えたシーンあれね、長いんだよな、うん、あの手紙、はい、これがそのまあ過去に、うん、過去に戻る、うん、れる方法がまあ見つかったみたいなことになって、うん、みんなで輪を作って、うん、念じて心を一つにして、ね、はい、うん、でその後まあそれがダメで失敗して、なんかちょっと地震が起こったんですね、うん、でドーンってなって気づいたら、この咲子がいなくなってまして、うん、ゆうちゃんが手紙を見つけて書いてある、なんか書いてあると、で読んでみたら結構長文だったっていう長文でしたよね、はい、ね、まあ、だから書いてたんじゃない、でもあの手紙にそのタイムスリップが失敗したのは私のせいですっていうのも書いてあるんですよね、だから失敗するだろうと思ってたじゃん、もう私がこういう気持ちならもうなるほどなるほど、やる前にもう書いてたんじゃん、
じゃあさっき子はもう分かってたってことですね。どの位置にいたんだろうね、さっき子は。確かにね、ショーの隣にいた。まだショーの隣にいるんじゃない、そういう時は。そうですね、加わんなきゃよかったのにね。まあでもそれでショーちゃん帰っちゃったら意味ないもんね。隣じゃないっぽい。隣じゃない、すっと消えたんだろうね、みんなが。まあ、書いてたとしたらあれですけど、まあその場で書いたら、まあ、確かにその場で書かなきゃっていう内容ではありますよね、はいはい、消えてたよね、はい、それが1位、これ1位です、はい、そんな一瞬でよくこんだけ書けたなっていうのが衝撃っていうことね、はい、あのまあ手紙の内容とか内容もね、まあね、内容もね、はい、うん、先っぽいよね、ちょっとその命かけてまでこうこの場所に残るような動機じゃなかったっていう、まあね、うん、だからやっぱ女の子の方が先に大人になるってことだよね、はい、そういう恋愛の情で動いちゃうっていう ね、はい、うん、深い話ですねはい、じゃあ僕の第1位こちらです、中田が西歩美を救うために石斧で、自分の頭をかち割って自害するシーンですね、はい、うん、このまあ海中がね、うん、この中田君のせいで現れちゃったって、ってみんなに殺されようとするんですけど、それはどうにか逃げ切ったんだけど、西歩美がねちょっとやられそうになっちゃったんで、そうやったら僕が死ぬっつって自分でね自分の顔面に石斧を叩きつけるっていう、もう自分の意思じゃどうにもできなかったってことですよね、うん、海中はね、海中はね、うん、こいつはすごい能力の持ち主ですよね、だから、うん、意味がわからないもんな思いが強いのかね、もうちっちゃい海中がね、うん、いっぱい出てきて、そうね、いやすごいです、自分これはもう無理だよやっぱ目いっぱい自分の顔に石斧をやるっていうのは、でその一撃で死にましたからね、こいつのせいじゃないかと思いきやこいつのせいでしたからね、結局ね、うん、ちっちゃい海中の方が怖かったよね、怖いですね、あれはあれはもう避けようがないもんね、うん、はい、これが衝撃でしたね僕は。じゃあ私はですね、はい、まあ、杉山恵子がですね、蝶の蝶、蝶がね、盲腸になってね、蝶を取り出そうとしている時にね、あの柳瀬がね、はい、気を失ってたんです ね、そこにね、うん、気を失ってるのを正気を取り戻すために唾かけるっていうね、他の方法があったんじゃないかって思いますけど、でもやっぱ手が離せないから、うん、ギャッ、いや、頭突きとかでよくないギャッやっぱ飛び道具じゃないと無理だったんじゃない、あれは。すごい女です。やっぱ一瞬にしてやっぱね、うん、猫が多く、あの猫がライオンになった感じしましたよね、なんか。とんでもない唾の量ですよね、そんで。べって書いてある。ギャいや、たくましいです、やっぱ女性は。うん、恐ろしいですよ。この方法で正気に戻した人いるんですか、かつて。世の中で。確かにね、あったのかな昔、なんか正気に戻す方法、もしかしたらね、あるあるなんですかね、じゃあって、うん、はい、まあ確かに衝撃でしたねそこも、うん、はい、というわけでね、まあ衝撃シーンは他にもねまだまだたくさんある、もう語り出したらキリがないぐらい衝撃シーンあるんですけども、うん、はい、ぜひね漫画の方読んでみてください、お願いします、はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。恵美子、地球が砂漠なんかになるはずない。それは何千万年も何億年も後のことだ。じゃあショーは何千万年も何億万年も先の未来にいるのよ。あ、看護師さん、うるさくしちゃってすいません。これは何でもないです。私のものです。カバンの中に入れておかなくて。それでは私は帰るよ。ちょっと、あなた、忘れ物、忘れ物よ。あなた忘れ物、これ勘に向くない、どうもありがとうございました。